大谷、グローブ寄付の次の慈善事業を発表。電撃結婚を発表したドジャースの大谷翔平選手が1日、将棋はドリーム2024プロジェクト立ち上げを発表した。このプロジェクトは、大谷翔平ら選手が子供たちの夢や可能性を世界へ広げたいとの願いで発案、英会話教室を運営する ECC がその思いに共感し立ち上がった。大谷翔平選手はこのプロジェクトを通じ、子供たちの夢や可能性を世界へ広げていくことを目的に、今年8月に日本の全国の小中高校生を対象に合計100人へ海外留学ホームステイをプレゼントする。その告知 CM が3月1日から全国で放映開始、ECC の新 CM 未来へ羽ばたけ編に自ら出演し、未来へ羽ばたこうとする子供たちへの熱い応援メッセージを発信する。僕は正直普通の家庭というか、不自由なくある程度何でもやらせてもらえる環境で育ってきているので、そのおかげで野球をする余裕もあった。環境に恵まれていた部分もあります。ただ最初からそうじゃない子もチャンスを与えられるべきではないかなと思うと、野球プレーだけでなく、海外留学のサポートという形で大谷翔平選手は子供たちの夢を応援していく。また大谷がすごいことをし始めた。言葉回しに当たり前と思わず感謝をする大谷の性格がにじみ出てるよね。メジャーに行かなかったらこの発想は出てこなかったよな。本当にメジャーに行ってくれてありがとう。いよいよお札レベルの偉人になり始めた。これは野球好きじゃなくても全員が嬉しい事業だもんな。ほんとすごいわ。なんか歴史が動いているのを実感するわ。ここまではできなくても俺らも頑張ろうぜ。なんじぇ今Qチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録コメントもよろしくお願いします。